ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。パクロミです。山寺宏一です。柳中宏です。3人合わせてマーメイドブラッド、新感覚音楽朗読劇マーメイドブラッドに出演するんですよね。はい、まずこのマーメイドブラッドとはどんなストーリーか、柳中さん手短にお願いします。お願いします。わーわーわーですね、これはですね、手時間なくなっちゃいます、ね、そうですね、大丈夫です、大丈夫です。はい、反魂香という、うん、死者をよみがえらせるお香にまつわるお話です、うんうん、そうなんですよね、はい、それをめぐって、これ我々が演じる3人の役が、こう旅をするというような役なんですよね、うん、はい、そうです。そして新感覚音楽朗読劇っていうぐらい、普通の朗読劇じゃない、違うなコラボレーションがあるんですよね、パクさん。そうです。どんなコラボレーションが。お香です。お香ですね、行動って皆さんご存知ですかね、うん、香りの道と書くそのすごい方、はい、はい、行動しの流の若総長さんが、うん、そうなんです、なんと実際に生でお香を咲いてくださる、物語と連動して、そうなんです。それとなんといっても音楽とのコラボレーション、はい、それもすごいんです。もうライブ感覚でガチンコバトルしますからね、はい、音楽監督に福岡豊さん、そして横川忠彦さんと美穂直三郎さん、うん、これでね、生でね、こうやって我々と一緒にやるわけですよ、はい、これが楽しみですよね。いやー、はい、不思議空間が広がりますね。ねえ、ってことでいろんなものが浮かび上がります、ね、浮かび上がっちゃうんですよ、はい、もう死者も蘇っちゃうかもしれないとね、あまりそんなこと言うとね、ちょっと怖くなる。そしてなんと作演者がですね、あの天才藤沢プー王というですね、まあ、私ヒプナゴギアで一緒させていただいたんですよ。本当に素晴らしいです。もう完全オリジナル作品で、ね、なぜ反魂香なのにマーメイドブラッドってタイトルか、これは見ていただければ分かりますので、ぜひ劇場に足を運んでいただきたいと思います、はい、それでは一言ずつ意気込みを、じゃあ柳中さんお願いします。頑張ります、皆さんが来るのをお待ちしております。はい、パクさんお願いします。私自身楽しんで、今回の作品一緒に挑ませてもらおうと思っているので、皆さんにもそれが伝わると思います。ぜひ見にいらしてください。はい、見ないと聞かないと一生損する舞台だと我々は思っています。本気で思います。はい、我々は出演者ですからね、はい、ということで、6月2日3日、はい、日本橋三井ホールで、はい、待ってます。待ってます。